海上地震は中華人民共和国領名省海上市一帯で1975年2月4日19時36分に発生したマグニチュード7.3の地震である。行政当局が事前に警報を出して住民を避難させており、避難が行われた地域では人的被害が警備で済んだため、結果的に地震予知の数少ない成功例となったことで著名である。 当初は予知成功例として予知の楽観的見方と共に伝えられたが、後にこの地震特有の顕著な前進が幸いしたと分析され、他の地震の予知に普遍的に適用できるものではないとされるようになった。マグニチュードは表面波マグニチュードで7.3、モーメントマグニチュードで7.0であり、記録が残る両年省の地震の中では最大規模とされている。は、 海場圏の中心部から南東2 0トル付近に、ある村、多高鎮付近、震源の深さは1 2トルであった。震度分布を見ると、震央付近の幅20から3 0トル面積にして約7 6 0トルの範囲で、この地震最大となる列度9となっているほか、海場圏中心部付近で、列度8、安山市中心部付近や栄光市中心部付近で、 列度セブンなどとなっている。アメリカ地質調査所によれば、韓国のソウルでも若干の被害があったことが報告されているほか、ソビエト連邦の沿海地方でも揺れを感じた。また、日本の気象庁によれば、九州でも勇敢となり、佐賀市で震度2、大分市と熊本市で震度1を観測している。新欧付近は丘陵地帯であり、 丘陵地帯の北限をなぞるように南西、北東方向に鉄道が横断している。この鉄道の北側の両河平原では液状化や地滑りなどが目立った一方、南側では激しい地震動による建築物の被害が目立ったという。陵寧省南部では被害地震の記録が少なかったため、耐震性の低いレンガ造りの建物が多く、そのような建物が多数損壊した。 一方、鉄筋コンクリート作りの建物では、軽微な被害はあったものの致命的な損壊は免れたものが多かった。海上券では、住宅のうち46%が建て替えが必要なほど甚大な被害、32%が大規模な修理を要する被害を受けるなどほとんどの建物が被害を受けた。同じく、A 公子でも13%が建て替え、26%が 大規模修理となっている。また火力発電所や送電網が被害を受けて、大規模な停電が発生し、断水も発生した。人的被害の正確な数は不明であるが、進化社の報道では、死者は被災地の人口の0.02%に当たる2041人で、その多くが高齢者や子供などの弱者であったほか、被害額は約810億円であったという。一方、 死者1328人、重症者4292人という資料もある。なお、死者のうち約400人が、火災によるもの、約100人が余震を恐れて、屋外避難を続けたことに伴う投資である。政府の地震予知によって、口述の通り100万人規模とも言われる避難が行われたことで人的被害は大きく軽減されたと伝えられており、中国で出版された。 1975年、海上地震では予知されなかった場合、死傷者が15万人、被害額が50億元増えていただろうと述べられている。ただし、この軽減効果がすべて政府の地震予知によるものかどうかには疑問も提されている。例えば、前日から当日にかけて、全身活動が急増した後に一転して、静音化しており、地震を恐れて住民が、 自主的に避難する動きが一部でも見られた。まず背景として、地震活動などを根拠に、両年省南部の地震監視体制が強化されていたことが挙げられる。1960年頃より、1966年、境内地震や1969年、渤海地震などの被害地震を含め、河北省から両年省にかけての地域で、地震活動が活発化していた。 活動を監視していた当局は地震活動が北東方向に移動していく傾向があったことなどから1970年に遼寧省南部の監視体制を強化し遼寧省政府に地震弁控室を設置したこの体制下、数ヶ月前という早期から複数の種類の前兆が出現しそれが予知へとつながった1974年地殻変動や地震活動 地時期の異常などをもとに国家地震局は北海北部地区でかなり大きな地震が1から2年以内に起こる可能性があるとして耐震化の方法や防災の心得、前兆の解説など地震防災教育を強化している。同年11月国家地震局は大連市の近州断層で測量や地震活動、地時気などの前兆が活発化していることを確認する。 これを受けて12月20日、両年省革命委員会は市民に地震の可能性が高まっている旨を初めて市民に公表する。この頃から、冬眠中の蛇が巣穴から出てきて凍資したり、大群で現れたネズミが人を警戒せず手で捕まえられるほどだったりと、広間異常現象が多数報告されるようになる。年末には、いくつかの地域で臨身警報が出された。 12月28日には万山県内で隣身警報が出され2から3万人が屋外のテントに避難し3日間過ごしたものの地震は発生しなかった。翌1975年1月中旬、国家地震局は栄光から近州にかけての地域を震源地域とし、1975年前半に M6 クラスの地震の発生が想定されることを確認した。これを受けて、 ダム、鉄道、電力などのインフラストラクチャーの安全対策が強化され、鉱山や工場、人口密集地など一部で防災訓練も行われた。2月1日には、栄光圏と海上圏の県境付近で微小地震が発生し始める。2月2日には、万面市で家畜の豚が お互いに尻尾を噛んだり餌を食べなくなったり、垣根や塀をよじ登ったりする現象や、地電位の異常があったことが報告される。2月3日には、微小地震が1時間に20回程度に急増し、地電位がパルス状変化を起こして、しばしば観測不能になる現象や、栄光圏で家畜の牛が喧嘩して、地面をかくなどの現象があったことが報告される。 全身をはじめとした全長の顕著な変化を受けて、日付が変わった翌2月4日0時30分頃、両寧省地震弁公室は、同省革命委員会に、微小地震の後に大きな地震が発生する可能性がある旨を報告。革命委員会はその日の朝10時に、両寧省全域に、臨身警報を発表する。これを受けて、各地区では屋外の広場にテントを設営して、 住民の避難を促すなど緊急措置を実施する。この間にも顕著な前兆がいくつか報告されている。低夜港という町では、手押しポンプ式井戸の水が8時頃から勝手に溢れ出し、次第に勢いを増して正午頃には吹き上げる。水の高さが1メートルに達した後、午後は濁ったままの状態が続いた。この町では、午後にアヒルが驚いて飛び上がったという報告もある。 川安山という町では、バイカシカが驚いて、小屋の中で飛び上がり、走り出して押し合いながら逃走したという。1日から続いていた微小地震活動は、午前中に M4.7 及び M4.2 という大きめの地震を記録した後急激に減少し、午後には静音化してしまった。臨震警報を受けて行われた緊急的な避難は、一説によると、 約100万人が対象となったといい、大規模なものであった。例えば、避難を促すため、栄光圏の関東沈石宝翼村では、地震大替が住民を広場に集めて、映画の上映を行った。夕方に1本目の上映が開始され、2本目の映画の上映が始まった19時36分、水7.3の本震が発生した。この村では、家屋の9割が倒壊したが、 死者は三人にとどまった。三人の死者は一旦避難した者の家に戻ってしまった家族だったと言う。ただし、臨人警報を受けた各地方の緊急措置の足並みは揃っていなかった。栄光県内では、一部地域では革命委員会が朝十時に臨人警報を発表する前から避難が始められていた。一方会場圏では、その日の夜十八時になって、 初めて県政府の会議が開かれ、会議を終えた頃に地震が発生したため、後に批判を受けたという。ただ、会場圏内の一部地域では、各地区が先行して、避難を始めていた。同県営落ち校舎では、家屋28,027棟のうち95%が倒壊したが、人的被害は、住民35,786人のうち44人が、怪我をするにとどまった。 新王に近く激震が襲った同県廃炉公社の低下校生産大隊では700棟のマミン棒のうち550棟が倒壊し、だん,だん畑やため池が崩れたりしたが、住民878人の中から死者は出なかった。この事例が世界に伝えられた際には衝撃的な地震予知の成功事例として受け止められたという。力岳常次によれば、 海上自身の地震予知成功の背景には、長期予測により数年前から観測や準備が強化されていたことや、広島異常現象を含めて前兆が数ヶ月前と早期から発生していたことに加えて、はっきりとした前進が現れたこと、中国の政治体制のおかげで前兆の観測や報告が組織的に大規模に行われ、情報統制や避難が、 計画的に行われたことが挙げられる。力岳は現地で担当者と意見交換を行ったが、地震の発生地域を特定するための根拠や法則が明確ではなかったといい、日本など諸外国にも適用できるような手法とは考えづらいとしている。石川雄三によると、1970年代にはこうした予知活動が盛んで、特にボランティア的な無償のものが多かった。 海上地震の前、1973年に、四川商場変異属自治検で起きた M5.8 の地震でも、直前に警報が出されて避難が行われたという。なお、改革開放による1990年代の市場経済化や財政改革によりボランティアは大きく減少し、地震活動や電磁器などの観測は、公的機関の管轄に移行している。ケリン・ワンダは、 予知は全身に頼るものであり、それ以前に中長期的に予知されていたとして伝えられている話にも疑問点があることを指摘している。1975年1月中旬に国家地震局の会議で M6 クラスの地震が1から2ヶ月以内に発生する可能性があることが指摘され、これが海上地震が短期予知された根拠だと伝える資料があるが、正確には M6 クラスの地震が1975年前半、場合によっては1から2ヶ月以内に発生する可能性があることが指摘されたにとどまり、中期予知の範疇であった。また、地震当日深夜の両寧省地震弁公室の報告では、地震が発生する時期について、具体的に明言されておらず、予知の3要素を満たしていなかった。こうしたことから夏新は、 両寧省が地震当日朝に発令した臨新警報の根拠は豊富な全身活動に依存したものだったと指摘している。中国の地震予知事業のきっかけである1966年、境内地震において活発な全身、静音化を地震というパターンが観測されていたことも全身による危機感を強める原因となった。そもそも、 前日から当日までの活発な前進活動は住民も体感しており、地鳴りを伴った地震が続いて眠れなかった住民もいたほどと伝えられ、大きな地震の発生を恐れて自主的に避難する者もいたという。また、1年半後にこの地震の震源から約2 0 0トル離れた東山市付近を震源として発生した東山地震では隣震警報は出されず、 20万人を超える犠牲者が出ることとなった。東山地震では水準測量やラドン濃度などの前兆はあったものの、その分布が不規則で震源域の特定に至らなかったことや、全身がなかったことが予知できなかった原因とされている。その後も2008年の四川大地震など被害地震が発生しているが、予知の成功例はほとんどなく、中国においても世界と同様に、 地震予知は未だ困難とされている。ありがとうございます。